西口と東口を結ぶ連絡路2014年4月9日撮影ロータリー2014年4月9日撮影自転車置き場2014年4月9日撮影役人駅は兵庫県加古川市上層町国津堤にある西日本旅客鉄道加古川線の駅である加古川駅が管理し JR 西日本交通サービスが駅業務を受託する 業務委託駅であるが、緑の窓口はなく、夜間は無人となる。駅舎内部には自動券売機1台や出札窓口があり、愛子川は2016年3月26日より利用できるようになった。2008年4月に廃止された三木鉄道との乗り換え駅であった。三木線が国鉄から第三セクターの三木鉄道に転換してからは、当初は国鉄と 三木鉄道との国鉄分割民営化後は JR 西日本との共同使用駅となっていた。三木鉄道が乗り入れていた頃の駅ホーム相対式2面2線を持つ行き違い可能駅である。2014年3月14日までは日中に西脇市駅発着、東駅発着の列車が交換を行っていたが、現在は隣の上野駅で行っている。乗り場は 北西側から1.2番線である。以前は短式、島式複合の2面3線で、3番線は三木鉄道ホームであったが、三木鉄道の廃止後は2面2線で運用している。国鉄時代は、加古川線から三木線への直通列車があったが、三石化後に旧三番線の線路は加古川線から切り離され、直通運転が不可能な状態になっていた。 廃止後3番線ホームは、使用が停止され、フェンスが張られている。1999年地区の京城駅舎は、ホームの上空から1番線ホームの北西側にかけて建てられている。出口は、駅の北西側に開けている他駅舎から、駅の南側にも2本の通路が伸びているため、南側に出ることも可能である。エレベーターが設置されている。駅の構内の市場型には、 JR 西日本の阿ボ市総合車両所加古川、発出所があり、列車の大迫運用がある。以前は、当駅折り返しの加古川駅は1番線に到着後、そのまま折り返していったが、電気運転開始で到着後一旦入庫した後、2番線に出してから発車させるように運用が変更された。日中時間帯は1時間に2本であるが、青、西脇市方面は1本である。 この時間帯の半数が、加古川駅当駅間の区間運行であるためである。また、西脇市から先、谷川方面へは、昼の1便を除きすべて、西脇市駅で乗り換えとなる。兵庫県統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は835人で、ある。三木市から三木鉄道代替バスを使ってこの駅を利用する人も、多い。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。おおむね住宅地である。北西側出口前には、ごくわずか、商店や会社等がある。東側は住宅のみである。駅北口を出て、東約150メートル先のバス乗り場から発着。西脇地方の隣駅、市場駅とは4.1キロメートルあり、加古川線で最も駅間が長い。 ABCDEFGHIJ 兵庫の鉄道全域 JR 三石神戸新聞総合出版センター2011年12月15日202ページ ISBN 9長7843億4300万 6028AB 加古川鉄道部を7月1日付配し、JR 西日本神戸支社交通新聞 P1、官報、第202号1913年4月5日、官報第1297号1916年11月28日、官報第4907号1943年5月25日、AB、南北往来も OKJR、OK、薬人駅、開畜来月13日使用開始、ハリマ、姫路、毎日新聞、P19、 平成二十八年春、ダイヤ改正について、西日本旅客鉄道、http コロンスラッシュスラッシュ wwwwestjr。co。jp スラッシュプレス、スラッシュアーティクル、スラッシュアイテム、スラッシュ一五一二一八零二。軽販品。pdf。二千十六年三月二十六日、閲覧。兵庫県統計書兵庫県統計書令は、元年版。 ありがとうございます。